はい、こんにちは、文豪です。今日紹介するのはこちら。はい、ケセラメというね、パイロットさんから出たボールペンなんですけれども、こちらですね、11月の2日発売で限定というね、数量限定だそうですということで、慌てて店頭で、まあ買ってきたは良かったんですけれども、全くレビューをする暇がなくてですね、まあ置きっぱなしになっていたんですけれども、数量限定なんでこれ、やっとかないとね、紹介にもならんなということでですね、まあこちらをですね、急いで紹介していきたいなと思いますということで、なんですけれども、まあね、あのフリクションのシリーズ、まあ見た感じね、中に入っているのは、フリクションボールノックの、ボディが入っているわけですけれども、これがですね、まあラメボールペンっていうのがまあ特徴ですよね。消せるラメボールペンっていうことなんですよ。どういうことだっていう話なんですよ。フリクションが消える原理っていうのはね、何度か話をしたことがあるかもしれませんけれども、温度の変化によって、まあ、インクの中に入っている成分がですね、化学的に変化することによって、まあ、色がですね、出たり消えたりするわけですけれども、これってね、まあ、ロイコ染料っていうのが使われてるわけですけれども、この染料を使ったものしか表現できないはずなんですよ。で、ラメっていうのは基本的に、まあ、光を反射するタイプのものなので、中に入っているのって大体、まあ、ね、金属か何かの非常に細かい粒が入ってるんですね。なので、それって、まあ、本来、フリクションでラメが入っているっていうか、キラキラのフリクションっていうのは、まあ、フリクションのこれまでの原理からすると実現できないはずなんですけれども、そこにラメが登場したっていうだけですね、ちょっとね、驚きなんですけれども、まあ、こんなすごいものが出たんだったら定番化すればいいのにって思うんですけれども、これがですね、まあ、数量限定ということで限定色扱いみたいな感じなんですけど、まあ、もしかしたらね、何かね、定番化するにはちょっと危うい何かがあるのかもしれないなんて思いながら、ちょっと買ってまいりましたという感じです。色はですね、まあ、中に入っているのが、ラメのゴールド、シルバー、ピンク、バイオレット、ブルー、グリーンということですね。ボール径は 0.7 ミリということで、まあね、今となっては別にそんなに細くないというか、スタンダードな、細字になりますけれども、0.7 ミリの芯ということで。まあラメですからね、あんまり細くするとラメのキラキラ分かんなかったりしますから、まあ当然かなという感じはします。で、まあこれセットなんですけども、バラでも売っていて、1本230円ということなんですけれども、6本セットで1380円ということですね。まあ綺麗にこうやってね、ディスプレイされておりますということで、これちょっとね、開けていきたいなと思います。よいしょ。まあね、こういう時にね、まあやっぱり色は一通り全部ね、欲しくなっちゃうので、セットで買ってきますよね、ということで、はい、こんな感じです。ほい。出てきましたね。いい感じに可愛くなってますけれども、これね、中でこうね、ちゃんとこう6本が綺麗に立っているように、ここに透明なフィルムでこう、フィルムというかあのシートでこう円形にですね、作ってあるところにこんな風にですね、刺してあるということで、ただ穴開けて刺してるだけだとやっぱりね、こう倒れちゃうのもあるし、かといってですね、まあここのところでですね、何か変なもので押さえてしまうと、せっかくのね、ボディが見えなくなるので、こういう風なプラスチックのね、板で綺麗に保護してありますよという風になってますね。うん。こういうのってね、で、あとね、こういうところ、まあまあ、ちっちゃな話なんですけど、こういうのもね、組み立てがしやすいように作ったりはするんですけれども、で、ここが、ここですね、ここのちょっと出てるところが、ちょうどここの穴に、まあ、ペンと一緒に入るようになってるんだね。ここもよくできてるし、あと、これね、ここのところにこうやって色がついてるじゃないですか。なんで、まあ、こうやって刺した時に、このペンが、まあ、映えるっていう意味ももちろんあるんですけど、これはね、主にセットアップの都合ですね。ペンをどこに刺したらいいかがこれですごいわかるんですよね。なのでこれは組み立て工場なんかでこれをまあ多分手作業でこれを詰めてるわけですけど、詰めるときにどのペンがどこに入るかがまあ一目瞭然っていうので、これ作業性がアップするんですよね。そういうことも結構ね、パッケージ制作の上では重要だったりしますね。まあこんな風になってるんですけど、これまあほんでこの状態で多分まあ、ここ、糊付けされてるんですけど、この状態で、まあ、組み立て工場に入ってですね、組み立てる人はですね、これをギュッて起こして、で、こうやるとですね、ちゃんとこう、立てられるようになっています。で、上と下と2段にしておかないといけないのは、2つ穴があって2箇所でこうね、止めてあげるとですね、これだけでもね、しっかり安定してくれるんですね。だからまあ、さっきの透明な筒がなくても、ある程度は安定するということで、まあ、これだけでもね、パッケージにはなるかもしれないですけど、上もね、やっぱり押さえといてあげないと、ちょっと出てっちゃったりとかいろいろするんで、
あとね、これだとね、くるくる回っちゃうんだよね、この中でね。なんで、それをきれいにするために、この筒を置いといてあげると、筒の中でこのクリップを止めてあげると、ちゃんと外に向かって、こうね、綺麗な面が見えるようになるので、まあ、こういうの大事なところかなというふうに思いますということで、まあ、パッケージもね、せっかく買ったらですね、パッケージも観察するっていうのはね、重要なポイントかなと思います。はい。ということで、まあ、こんな感じなんですけれども、軸はですね、まあ、フリクションのね、ノックタイプの、スタンダードなボディですけれども、横のところにですね、転写でキラキラの転写があって、パイロットケセラメって書いてあります。これをフリクションという名前を付けてないんですよね。フリクションボールケセラメではなくて、パイロットケセラメなんですよね。ここが多分フリクションとは別物だよっていう風な位置づけになってるからこうなんだと思います。どういう感じでちょっと実際にね書いてみようかなと思うんですけれども、で樹脂玉ついてないですね。これ買ってきたやつそのままなんですけれども、よくある状態だとですね、樹脂のボールで蓋がねされてることが多いんですけど、これされてないですね。そこら辺ももしかしたら意味があるのかもしれないです。で書いてみるとすごいねめっちゃキラキラです。ほらわかります、こんなキラキラです。なのでこれはねやっぱね本当にラメペンとしてしっかりラメペンです。ピンクなんかも発色すごい綺麗だし、ちょっと後でね色リストは作りますけれども、これ今書きますけども、もうこの時点ですごいですよね。わーすごい、これはちょっとびっくりしました。フリクションが消せるっていうところをですね、まあ、何ですかね、ラメにまで展開しましたよって言った時に、フリクションだからまあこの程度かなみたいな仕上がりになるのかと思ったら、しっかりラメ入ってます。ね、面白いですね。これはすごい。で、まあね、ポイントとしては消せるっていうことなんで、一回消してみたいと思うわけですけれども、ちょっとやってみたいと思います。はい。ガーッと。はい。消せる、消せる。あ、確かに消せます。消せるんだけど、なんか、ちょっと、めっちゃ違和感があります。何の違和感があるかというと、まず、消しくずが出ます。ね、消しくずが出る。フリクションというのは基本的に、こすった時の熱で色変わってるだけで、インク自体は紙の上に定着してるので、消しくず出ないんですけれども、これ消しくずが出ます。つまり、ラメは、この消しくずと一緒に、取り去られる方に入ってるんですね。で、色どうなんだろう。じゃあ色はどうやって消えてんのかですよね。そこが問題だなという感じですね。これちょっと、実験してみたいのは、これ温めたらどうなるんだ問題ですね。まあ、気になりますね。要は、ラメの部分は、このクズと一緒に落ちるようになってるんですよね。で、このタイプのインクっていうのは、フリクションができる以前の消せるボールペンっていうのはこんな感じだったんですよ。どういうものかというと、インクそのものをですね、粒子を大きくしますと。大きな粒子を作って、この結合剤というか接着剤、まあ紙にね、くっつくためには、ここにですね、そのインクの粒を、顔料系のものは顔料って粉なので、すごく小さな粉状のものをですね、紙の上に定着させるためには、そこには何らかの接着剤が必要なんですね。接着剤的なものをですね、まあ、この中に入れて、こう、紙の上にこう、くっつくようにはしてるんですけれども、このくっつく接着剤をすごく弱くしておくと、まあ、紙の上に乗ってくっついてはいるんだけれども、ここをこすってあげると、これがですね、消しゴムとかでこすってあげると、これが、まあ、剥がれ落ちると。で、紙の中には染み込んでいないので、取れちゃうよっていうのが、フリクション以前の消せるボールペンだったんですね。で、ラメじゃなくて、普通の色でそれをやっていたわけですね。で、それはね、各社出していたんです。パイロットも出していたしね。で、いろんな名前で出てました。D インクとかケルボとか、まあそんな名前のペンがですね、各社から出てたんですけれども、まあこういうのがですね、その方式でラメが取れてると思います。ただこれじゃあ、色はどうやって出てるのかっていうのを見るためには、これちょっと温めてみる必要があるかなと思います。ということで、とりあえず、まあまあ同じように書いてみたいなと思うんですけれども、シルバーかなりはっきり出ますね。わかるかな、こんな感じです。色もかなりね、しっかり見えます。
これラメペンとしても結構優秀ですね。しっかり色が出ている感じがします。はい、いう風な感じです。これね、色が取れる、まあ、理由なんですけれども、まあ、さっき見たようにですね、こうやってこすると粉が出てきて取れるわけですけれども、こすって、まあ、粉が取れてるわけですが、これが、じゃあ、ラメだけなのか、それとも色も一緒に取れているのかっていうのをね、区別してみようと思えば、まあ、当然温めれば、フリクションのインクで消えてるんであれば、温めればわかるわけですけども、普通にね、ラバーでこすってしまうと、一緒に取れちゃいますんで、熱を加えて取っていきたいなと思います。で、まあね、いつもだったらですね、僕、実演の時には、ヘアアイロンを使うんですけど、実演のセットをですね、今ちょっと自宅に置いてなくてですね、外に出してるので、ヘアアイロンが今なかったので、家にある、ドライヤーでちょっと温めていきたいなと思います。はい。はい、ということで、うおー。はい。温めています。60度以上って温度になってくるとなので、しばらくはなんですけど、お、なんかもう兆しが見えてきましたよ。あ、すごい。ちょっと持ち上げて熱が通りやすくします。うわ、すごい。あ、グリーンがまだ端っこなんで。ああ、はい、ということでですね、はい、ドライヤーのホットで温めてあげるとこんな風にですね、消えましたよと。すっかり銀色だけになりましたね。こんな感じです。なので、実はこのラメの部分っていうのは上に乗っかっていて、要は色を出す部分はフリクションのインクで、で、ラメの部分は上側に乗っかっているよということなんですね。っていうことがこれで分かりましたよっていうことですね。じゃあ、さっき消したやつですね。これラメも取れていますけれども、これもうちょっと消しておきましょうか。ね。ここで消します。で、この消したやつですね、粉と一緒に、じゃあフリクションのインクが取れてしまっているのかどうなのかっていうのは、いつもやっているようにですね、これマイナス20度ぐらいの温度になって、フリクションならもう一回色が出てくるはずですということで、温度が下がることによって、色が戻ってくるっていうタイプの、フリクションの特性が活かされているのであれば、色が戻ってくるはずですということでやってみたいと思います。はい、フリクションの色を元に戻すのに使えるものとしてはですね、このコールドスプレーっていうのがあってですね、こいつはですね、瞬間冷却ってなってますけども、これあっという間にですね、温度が下がるので、このね、フリクションのマイナス20度っていうのをですね、実現するには一番手っ取り早い方法ですね、ということでやってみたいなと思います。はい、吹いてみます。はい。どうでしょう？ほら、出てきましたね。こんな感じです。はい、元に戻ってきましたよ、という感じですね。なので、これもやっぱりですね、フリクションのインクをそのまま、このね、色の部分はフリクションのインクなので、紙にちゃんとですね、定着して残ってるんですね。で、上の層にある、キラキラのラメだけが紙に染み込まずに紙の上に乗っていて残っているよと。なので、擦るときに、二つの役割があるんですね、このラバーには。で、一つの役割としては、ここのですね、紙の上に乗っかっている、キラキラのラメが入っている、この粒子ですね。ラメと多分結合剤みたいなものがあるんですけども、そいつをですね、こう、擦ってかき取るっていうね、作業が、この、一個の機能。そしてもう一つの機能としては、この擦った時のね、摩擦熱で温度を上げるってことですね。それによってですね、まあ、ここのところのインクをですね、透明化させるということができるよということなんですね。こっちもついでなんでね、ちょっとやってみようかなと思いますけれども、こんな感じですね。
ラーメンがあったところなんですけれども、思いっきりですね、こうやって冷やしてあげるとですね、元のラメラメに戻りましたよということで、銀色のラメラメは見えてたんですけれども、そこのところがですね、こんな感じでカラーのラメラメに戻りましたよということで、これ面白いですね。なんかね、こういろんな、こう、ものがあると思うんですけど、インクをね、こういう、2種類の反応を、まあ、ハイブリッドに組み合わせて、しかもですよ、それを一つのラバーで擦るっていう一つの動作で、両方を消す方向に動かすわけですね。擦って、書き取る。で、擦って、温度を上げるっていうので、両方違う特性を持っているインクなんですね。このインクを消す方法っていうのは、二つ違う種類があるんですけど、それを、まあ、このラバーで擦るっていう一つの動作でやらせてしまうと。で、どちらも非常に高度な技術ですね。紙の上に乗っかったそのラメを、紙に沈めずに残しておいて、それをこう書き取らせるっていうことによって取れるようにする。な、あ、まあ簡単にね、貼って剥がせる付箋みたいなもんですよね。きっちり定着させてしまうインクよりも、まあ、この取れるように残しておくっていうことは非常に難しいわけで、そういう高い技術と、まあ、温度によって正確に反応してですね、色が透明化するっていうですね、ものですね。この二つのですね、特性、どちらも高度な特性なんですけども、しかもそれをね、一個のインクに混ぜてるわけですよ。なので、インクとしてはですよ、一体化してるわけですよね。で、それが紙の上に乗っかった時に、片やフリクションのインクは紙の中に染み込んでいく。でも、こちらのですね、書き取らせる方のラメのインクは紙の上に残るっていうことをですね、いっぺんにやるってことなんですよ。すごいじゃないですか。つぶつぶの粒子の大きさとか、その、粘土の違いだったりとか、いろんなものがですね、あって、紙の上に乗っかった時に、水の混ざった、なんか砂みたいなものを紙の上に乗っけてるような感じですよね。そうすると、水だけが紙の方に吸い込まれていくんだけれども、砂だけが紙の上に残っているっていうのと同じような状況ですかね。で、それをうまくやって、しかも、その時に、単に紙の上に残ったやつが、そのままパラパラ取れちゃうといけないので、擦るまではちゃんと定着してるんですね。こうやって手で擦ったぐらいでラメは取れないんですけど、このラバーでしっかり擦った時にちょうど取れるっていうね、絶妙な具合にしておかないといけないということでですね、これはすごいなと思いますね。インクに特殊な機能を持たせるっていうのは、一つの機能だけでもなかなか大変だったんですけど、今回のこのインクに関して言うと、二つの機能を持たせていて、しかもそれが同時に発動して同時に消去されるっていうですね。これ本当にね、面白いなと思いました。こんなことができるんだなっていうのは、かなりね、すごい、ことだなと思うんですけれども、これがね、数量限定っていうのは、まあ、もしかしたらですけども、これね、かつて、この消しゴムで消すタイプ、このラバーで擦って、書き取るタイプですね、消しくずが出るタイプのボールペンのインク、消せるボールペンっていうのがあったんですけれども、そのインクは取れるんですけれども、これ時間が経つと定着してしまって、取れなくなっちゃったりするっていうことがあったので、まあ、実用的な筆記具としては、ちょっとね、まあ、逆に言うと、しばらく経つと消せなくなるので、まあ、書いた瞬間は修正できるけども、長く経つと消せなくなるよっていうのを、まあ、売りにしてたっていうところもあったりするんですけれども、インクがね、もしかしたら、まあ、そういう懸念なんかも含めて、限定なのかもしれないですけれども、そういうことはね、特にね、時間が経ったらダメですよ、みたいなこととかっていうのは、特に書いてないんですよね。パッケージの方を見てもですね、特にそういうような、表示はありません。で、60度以上の温度になると消えますよということなんで、まあ、書類とか宛名など消えてはいけないものには使用しないでくださいっていうのは書かれていますよということなんですね。うん。なんか、すごいですね。これはなんか本当に、まあ、新しいジャンルとしてですね、十分なんか戦えそうな気がしますけどね。で、これ色もね、本当に綺麗なんですよ。だから、で、ラバーがちょっと違うのかな？どうなんでしょう？普通の、フリクションのラバーで削ってみましょうか。フリクションボールの普通のラバーで消してみますけれども。これでも消えるんだけど、多分、ラメが、まあ、取れにくいのかな？消し数があんまり出ないんですよ。こっちの、いわゆる普通のフリクションの、ラバーは消しカスが出ないので、紙の上に残っているラメの部分を取り去る能力としては、やっぱダメなんでしょうね。だこっちはラバー減るんだな、多分。減ってってるような気がします。
ということで、これを、だから、会心を交換してずっと使うとかはできないのかな。もしかしたら、この、ラバーの部分が減っていくから、これは、まあ、こっちの消しゴムも、インクと同じスピードで減っていって、使い切りなのかもしれないですね。だってこんなにクズ出てるのに、こっち側でやると全然クズが出ないんですよね。やっぱり考え方が違うんでしょうね。だここの多分、性質も全然違うものを使ってるんだと思います。という感じですね。なかなかこりゃ、面白いものを作りましたね。という感じです。ということで、ここからですね、実際に書きながら考えていきたいなと思います。はい、ということで、いつもの、試し書きやっていきたいなと思います。記入がですね、20年の12月の今日は、6日ですね。です。で、発売日は、20年の、11月の2日ですよということですね。あ、これいつだったかな、まあ、11月の10日くらいだと思います。なんですけれども、ちょっと置いておきます。製品名はですね、結成ラメという製品ですよということですね。これは、結成はラージ系、結成ラメですね。こんな感じですね。結成ラメです。色を変えていこう。はい。バイオットコーポレーションですね。メーカーは、コーポレーション。値段は230円プラス税ですね。ペン先神経はですね、0.7 ミリですね。ディフィルは多分これ交換なしだと思います。はい。で、インク種別。インク種別は、このゲルインクですね。ゲル。ですね。で、インクブラウンドは、まあでもこれ多分消せラメがあれだと思うんですよね。まあちょっとインクブラウンド名わかりません。カラーは、ラメ。ラメ。6色。ですね。はいか。微光。意向としては、消せるラメボールペン、フリクションの技術と、顔料の組み合わせてで、光学と物理的です。あ、削るに。あ、こういう間違えた時に消せるってのがいいね。ということだ。はい。消す。ボールペン。だよということですね。はい。もうキラキラしております。で、ここにちょっと全体の色をですね、貼っておきましょう。あ、これもテープとかね、本当は貼るのはね、良くないかもしれないですね。ラメとかがこっち側のテープにくっついてくる可能性っていうのはね、ちょっとある。ですね。なんですけども、とりあえずこうやってやっといて、今回も6色なので、3マスずつで分けとけば6色できるのかな。はい、こんな感じにしておきます。で、こうやってですね、分けておいて、ここにですね、はい。色順は、もうちょっとね、メーカー色順でいきましょうか。これ楽しいね。めっちゃラメラメなので、こうやっていっぱい描くと、すごいゴージャスな感じが、やっぱ出ますね。はい。ね、次は、シルバー。シルバーは、まあ、言ったら何も入れなくてもできるのかと思いきやですけども、でも、やっぱグレーを入れといてあげないと、まあ、はっきり見えないですかね。銀のラメだけだと色が見えないですから、こんな感じですね。はい。感じです。はい、そしてピンク。まあ、裏面にもまたしっかり描くので、そこはここはまあ適当にいきましょう。はい。そして、紫ですね。はい。そして、水色。で、緑。できましたー。もうキラキラです。はい、カバーしていきましょう。ですね。違う。ペロン。あ、やっぱりな、ほら。わかります?これ、ほら。こっち側にキラキラがだいぶ映っちゃってるよね。このぐらい取れちゃうんだよなということなんですよ。だから、このラメが取れちゃうから、糊系はダメですよね。こういうのね。あ、気をつけよう。ちょっと後でこれ、試し書きするときにラメラメが取れちゃうから、裏面の試し書きは、あまり、上からテープの部分が被らないようにちょっと気をつけてやりたいなと思います。うん。なわけですけれども。ちょっとせっかくなので続き書いていきましょう。ピンクとか、あと紫もやったでしょ。あとは何色だ、ゴールドとか言ってないんですよね。なので書きますけども。これは、これまで、消せラメは、消せラメは、これまで、摩擦熱、摩擦、摩擦熱、で筆跡を消去する。やっぱりゴールドはちょっと読みづらいね。筆跡を、消去する。エリクションシリーズの展開などで。で、培ってきた
高いよ。順番通りに白できた。来た。消せる技術。うん、技術。と、メタリック、いや、パステルなど。など、特殊顔料技術、ま、などの陰気。の、陰気。に代表される。特殊、顔料液。陰気に、代表される。される。あ、しまった。特殊顔料技術。お、あ、顔料技術だ。間違えた。技術。に、組み合わせ。ホームページの文章を落としただけですよ。組み合わせた、パイロットならでは、パイロットならではの消せるラメボールペンです。うん、よいしょ。ラメ入りの筆跡を消去するためには、筆跡を消去するには、陰気の色とラメを同時に、陰気の色とラメを同時に、消去する。消去する必要があります。今回新たに今回新たに開発した、よいしょ、開発した、専用の障子を、消去用ラバーによって、摩擦熱で無色化する。摩擦熱で無色化する、熱による色の消去と、いいところで割りそうだな。熱による色の消去と、消しゴムのように紙面からラメを取り除く。物理的。ああ、最後まで書けなかった。取り除く。物理までしか書けなかったですね。という感じです。こんな感じの、よいしょ、になってます。はい。めっちゃキラキラしてますね。今、ライトが当たってるんでっていうのがあるんですけども、それにしたってですよ。かなりはっきりとキラキラが出てますね。ということで、はい。じゃあ、裏に行ってみたいと思います。はい。はい。ということで、まあ、いつもの感じでちょっと変えていきます。まあ、消せるから、それで下書きをしてもいいという感じではあるんですけど、上からやると消えちゃうんでね。さて、どうしようかな。ペンの絵を描いた後にここにあれができないので、マスキングができないので、ちょっと考えよう。はい、ということで裏側もやっていきたいんですけれども、今回はイラストを後に回します。なんでかっていうと、塗る方をちゃんと先にやっとかないとマスキングができないんですよね。ということで、今回は先に、こっちのマスキングをやってですね、ここまでを隠しておいてですね。で、今回気をつけなきゃいけないのは、いつもだったら描いた線の上からマスキングをかけて他のところを隠しても問題ないんですけれども、今回はそれをやってしまうと、大事な筆記のところからラメを奪い取ってしまう可能性があるので、ここで1個貼るでしょ。で、これを踏まないようにするしかないんだよね。いうところですね。上からいきましょう。ゴールド。はい。ここからいきますね。
なんか。でね、こういうのって、こう、テストでこうやって書いてるじゃないですか。これ結構重要で、ペンのインクってね、案外持たないんですよね。で、最初に、まあ、こうやって書けるときに綺麗に書いて、一番ベストな状態、買ってすぐの、ベストな状態で綺麗に線を引いておいて、それを残しておくって結構大事なんですよ。で、インクのボールペンって、ゲルインクのボールペンなんて、だいたいせいぜいが2年とかしか持たない、1年で持たないっていうところもありますから、インクの綺麗な状態っていうのっていうのが、まあ実際、まあ消耗品というか、まあ時間が経ったらダメになる、まあ、生物みたいな感じなんですよね。だから、今のこの綺麗な発色が、じゃあ、何年か経った時に同じように書けるかって言ったら、もう書けないんですよ。でも紙に残しておけば、後で見ることができるので、ああ、こんな発色っていうのが、もちろん紙に書いた線も、消えたり退色したりはしますよ。でもするんですけども、インクがね、ペンの中に残ってても書けないものは書けないわけですから、やっぱりそういうのってね、こういう書いた見本を残しておくっていうのが案外大事だっていうのは、ペンが、まあ、どんなにペンをコレクションしておいても書けなくなるっていうのを何度も痛い目に遭ってくるとですね、こういうのを作っておくことの意味っていうのも自分の中ではできてくるんですよね。なんで、しっかりこういうのは、書けるときに書いた見本を残しておくとですね、こんなだったなっていうのを思い出しやすくなります。まあもちろんね、こんなの普段使う人は別に、使えなくなったらそれまでで新しいのを買えばいいんですけれども、こういう限定品なんか特にそうですね。もう次のシーズンにはなかったりしますから、こういうのを書いておくっていうのが案外大事だったりします。もう本当に悔やまれるものいっぱいありますよ。その時に書いておけばよかったなっていうか、書いた見本を作っておけばよかったなって。なんかその時に書いて楽しんだのはあるんだけれども、それがいろんなノートとかとしてね、バラバラにあっても、まあ後で見れなかったりするんですよね。ノート捨てちゃったりもそうだし、なんかどのノートに書いてたのかもわかんないし、普通のメモとかでしょ。だからって色がさ、どんなだったかとかわかるようには書いてなかったりするので、もったいないなぁなんて今になったら思うものはいっぱいあります。まあ昔はね、まあ、だって学生の頃とかは別にだってそんなつもりで、まあ文豪になるとも思ってなかったしね。そんなことも考えてなかったので適当にやってたわけですけれども、まあ今になって思うとですね、コレクションっていうのは、まあ筆記具のコレクションね。シャーペンとかね、黒鉛系はまだいいんですよ。比較的後から出た芯とかでも再現できるんでね。なので、あと、まあ、芯が劣化しにくいっていうのはあるんでいいんですけども、やっぱボールペンとかはね、劣化が本当に激しいので、当時の書き心地なんてね、もうわかんないんですよね。古いものとか。なんで、まあ、見た目だけ残っておくのが、まあ正解かって言った時には、僕はちょっとね、やっぱり、で、こうやって書く、あ、もう書いてるとこっちがほら、こんなラメついちゃって、まあここのところのちょうど裏側でしたね。ああ、もう、キラッキラになっちゃった。ちょっとなんか紙引いとこう。いや、こういうことなんですよ。もう本当に、ラメが完全に定着はしてないので、よいしょ。どうしようかな。こういうのを引いておけばいいかな。いや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 。ね、取れちゃうんだよね。だからこっちでゴシゴシやっちゃうと反対側が、こう、残ったりとかするんだよな。気をつけよう。本当に、こんな感じですね。でも綺麗だよね、こういうペンって。だから、そうだ。逆に言うと、その、いわゆる他のメーカーのラメペンとかと違って、キラキラが取れやすいっていう弱点はあるかもしれないですね。他のメーカーのは、取れない前提で作っているラメペンっていうのは、別になんかその、結合剤強くしてあるわけですから、そこはね、だから、取れないわけですよ。手で触った時にとか、擦ったりとかした時に、ラメがちょっとずつ取れていくっていうのは、このペンのある意味弱点かもしれないですね。こんなに書かないけどね。こんなにわざわざグリグリやんないけどね。でも今回は、やっぱ特にやっぱこのラメは、しっかり塗ったところを作っておいてあげて、見た方がそれっぽく見えるので、ね、しっかり書いておきましょう。こういうのね。でも本当に
よくこんなの考えるよね。物理と科学と両方でこうね、消していくっていうですね、ちょっとなんかほら、かっこいいじゃないですか。中二っぽいって感じがしますね。なんかね、本当になんかこの、物理攻撃と科学攻撃を同時にするみたいな感じの面白さっていうのが。紙の表面がね、ちょっとね、削れてるんですよ。水分が多いからかな。なんかこの結合剤特殊ですね。結構紙がふやけてきてますね。なので、このインクの結合剤っていうのは、そういうのをなんか考えて作ってるんだと思います。ほら、もうキラッキラです。ね。メタリックな感じがかなりしますね。で、まあこんな感じにしてですね、ちょっとこれを外してみますということで、いつもの、紙ですけれども、よいしょ。こんな風にしますよと。はい、で剥がすと、ほら、綺麗な色見本ができるでしょ。これなんかね、やり方としては本当におすすめなんですよね。こうやってあげるとですね、きちんと書いた感じが出ます。はい。よいしょ。剥がしておこう。よいしょ。今ね、カメラに当たらないようにこう手を動かしてるので、中途半端な位置に手が出てきますけれども、ね、こんな感じです。ほら、なんか、この見本、ほら、キラッキラですね。いい感じにできました。ね。でも結構しっかり読めます。光の反射正面から見なければ、全然綺麗に読めますよという感じですね。で、これで、色変えておきましょう。色は、これ、ラメゴールドとかでいいんだっけ？色の名前はですね、そんなだったと思います。はい。で、ラメ。これはパープルかな？バイオレットかな？ラメ。バイオレットだね。バイオレットとパープルって、まあ、赤紫系や青紫系みたいな分け方をする場合もあるんですけど、筆記メーカーはよくバイオレットの方を、使います。紫っていうのは大体バイオレットを使いますんで、なんでかっていうと、パープルは P になりやすいんですよね。頭文字を取って色を作るときに、ラメじゃないと、ピンクは P じゃないですか。で、パープルも P なので、ピンクとパープル分かりにくくなるんですね。なので、バイオレットにすると V になって、他と被るところが少ないんですよ。なので、大体、バイオレットの方を色名として使うことが多いです。という感じですね。なんで、どっちだっけ？パープルが赤系だっけ？で、バイオレットが青系っていう使い分けをする場合もあるんですけれども、まあ、赤系なんだけどバイオレットっていう場合もありますよというとこですね。ラメブルー。このラメブルーはかなり水色っぽいですね。まあそういうね。なんかね、分ける必要がそんなになければとか、色名にこだわりがなければそういう使い方をすることも多いですっていうことですね。最近はどうかわかんないですよ。昔はそういうトラブルを防ぐ方が重要みたいな。あんまりイメージっていうよりはトラブルを防ぐみたいなことの方が、まあ実用品でしたからね、多いということで、まあそういうことがあったわけですけども、今、だいぶね、ゴシゴシやったからね、ちょっとね、取れてきちゃってるよね、こっち側の面ね。なので、こんな感じです。はい。そして、これひっくり返し、うわ、もう本当に、やばい。これ後ででも多分、こういう風になったところも、例えばですけど、このラメはこう乗っかってるだけなので、多分こうやってテープとかでやってあげると、ほら取れるんですね。あ、よかったよかった。綺麗になります。で、後でね、テープで綺麗に掃除してあげれば、綺麗になります。という感じですね。ちょっと、でも、ちゃんとここにですね、裏面を書かなきゃいけないので、これひっくり返して、こっちで、ここに、ペンのイラストも書いていきたいなと思います。はい。よいしょ。なるべく擦らないっていうのが結構重要ですね。よいしょ。まあフリクション、形はフリクションなので、基本的にはもう見たまま、そんなに珍しくもない形なんですけれども、こんな感じですね。まあ10ミリ強ぐらいでしょう。この辺が、はいと。で、この辺で、ちゃちゃっとサイズを取って、一定のグリップがあって、ここに線が入っていて、ここが線で、でこっから、はい、
回はなんか定規とかも全然使えないというか、使うと擦っちゃうので基本的にはもうフリーハンドで大体で描きます。もう本当にそういう筆記具ではないっていう感じなんで、きたいなと思います。じゃね、はい、という感じで、はい、出来上がりです。もうギランギランです。はい、ということなんですが、そうだ、忘れていた。これでですね、まあこのフリクションシリーズに関しては筆記の、こういう見本っていうのは書いた後にですね、一個だけやることがありまして、消すところは消しておかないとね、どんな風に消えるのかわからないので、ということで、ここも消しておきたいなと思います。ここのとこですね、こんな感じでいきたいなと思います。はい。こんな感じでいこうかな。はい。ここでもすごい濃いところでやっちゃったから、すごい、あれですね、若干残ってますけども。本当は薄いところで消さないと、文字書いて消すときにこんなにグリグリやらないから髪めっちゃ傷んでますよね。って感じですね。この辺でもやっとけばいいのかな。この辺がわかりやすいね。一般的に文字書いたときっていうのはこのぐらいかなっていう感じがするので。はい。はい、こんな感じですね。ちょっと手で払うとあれなので、こんな感じで払っておきましょう。もう払った時点でね、粉がいろんなところについていて、ほら普通のところもキラッキラしちゃってるんですよね。なので、こりゃまあそういうものだよということですね。だから雨がやっぱりこのぐらい取れやすいっていうのは、まあちょっとね、擦って消えるっていうことなんで、まあそれはしょうがないかなというふうに思うわけですけれども、あ、すごいね。この試し書き史上こんなになんかなってるのも、この粉がね、周りにつくの。ラメって他でもね、使えるわけ、やるんですけども、他のラメだったらこんなにね、周りにキラキラが飛んだりしないの。なんか蝶々触ってるみたいな感じになってますけれども、そんな感じになってますよということで、まあでもね、楽しいです。単純に楽しいです、これ。ね。なので、これはね、やっぱり、もし、まあ、このチャンスにね、買って、何か、まあ、メッセージカードを書いたりとか、いろいろで、楽しんで使う分にはですね、全然いいかなというふうに思います。これあとはね、どうなんでしょうね。やっぱり1ヶ月、2ヶ月経った後で、このラメの部分をこすって取れるか、みたいになったりとかすると、まあ、どこまでなのかっていうのはまた別でね、見ないといけないとは思うんですけれども、それでもね、今の取れ具合からしたら結構取れちゃうような気はします。で、フリクションなので、まあ、ラメが 100% 取れなくても、温めると色は消えちゃうので、キラキラだけが残るみたいな感じになるので、それもまたね、面白いかなと思います。なんか、新しい遊び方、何か思いついた人は教えてください。なんか、そういうのもできそうな気がします。という感じなので、まあ、これを使った新たな表現みたいなのもできるかもしれないし、これから、今後ね、これって何が面白いかというと、要はその特殊顔料と、その、何、変色する、まあ、温度に反応して変色する、インクですね。をですね、まあ、サーモクロミックって言うんですけども、まあ、そういうインクと両方合わせ持ってですね、化学と物理両方で消すみたいなところがですね、結構面白いということでですね、そこら辺はですね、非常に、今後のね、インクの発展っていうところで考えたら、かなり新しい筆記具なんじゃないのかなということで、今回これはですね、まあ、注目に値するものではないのかなと思います。ってことなんで、まあ、実用品かって言ったらもう完全に楽しむためのペンですっていうことなんですけれども、なかなか面白かったなということで、今日はそういうお話でした。以上です。
皆様、本日もご視聴ありがとうございました。文具王の YouTube チャンネルでは、文房具についての新製品から骨董品まで様々な切り口で文房具の情報を発信しております。よろしければチャンネル登録、評価をお願いいたします。なお、チャンネルメンバーシップでは、発表前のリアルな開封やテスト中の映像、仕事中のライブ作業配信なども行っておりますので、ぜひぜひご参加ください。以上です。